東口プラットフォーム、白子駅は、三重県鈴鹿市白子駅前にある、近畿日本鉄道名古屋線の駅である。駅番号は E31。鈴鹿市南東部に位置し、中心市街地の一つである、白子地区の中心駅である。当駅は、市内で最も利用客の多い駅だが、名古屋線が市役所のある、神戸地区を避けて通っているため、鈴鹿市の名は、 市役所もより駅の近鉄鈴鹿線、鈴鹿市駅に譲った形となっている。市内の近鉄の駅では唯一の特急停車駅である。2010年から当駅西口の駅前広場で再開発整備事業が実施された。駅前広場の拡幅工事やバス乗り場の改良、キスアンドライドのための駐車スペースの設置、広場への接続道路の改良がなされた。 2015年4月1日に白子駅西自転車駐車場が開設され、一連の事業は完了した。島式ホームに面に四線を持つ、退避可能な地上駅で、京城駅舎を有する。ホーム有校長は8両分。改札口は1カ所のみ。駅で入り口は、東西双方に1カ所ずつある。トイレは改札内京城駅舎内にあり、男女別の推薦式。 車椅子にも対応したものもある。内側2線が主本線、外側2線が対比線である。なお、4番乗り場からは、津方面への出発も可能である。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。白子駅の利用状況の変遷を可表に示す。 ありがとうございます。